この問題は福井県の後発医薬品メーカー、小林加工で製造された水虫などの治療薬に睡眠導入剤の成分が混入し健康被害が出た事例をきっかけに複数のメーカーで製造過程での問題が発覚し幅広い種類の後発医薬品が供給不足に陥ったものです。三重県保健医協会では、先月上旬に 県内の医療機関740件を対象にアンケートを実施し、およそ3割にあたる201件から回答を得ました。その結果、後発医薬品の供給不足によって診療に影響が出ていると答えた医療機関が78%に上っていることが分かりました。また、この問題に関しては国の責任において 医薬品の品質と安定供給に取り組むことが求められるとして三重県保健医協会では今月13日に国に対して要望書を提出しています。